はい、こちらでは牛化図鑑を作ろうということで、多摩動物公園で飼育している牛化の動物がこの地図に落とし込んであります。実際に動物園に来ていただいて、いろんな種類の牛化の動物を見てください。姿や形が違っていると思います。それを、こちらの端の方で、皆さん記録をしていって、鹿の図鑑を作っていただければと思います。